新原知恵は、日本の元女子プロ野球選手。埼玉アストラヤ監督。沖縄県那覇市出身。外野手、右投げ左打ち。あだ名は、知恵小学校3年で野球を始める。高南中学校に入学し、バレーボールを始めるが、やはり野球がしたいということで野球部に入った。女松坂と呼ばれた、小林千尋に憧れ、中学校卒業後は、 小林の母校である女子野球名門新村学園高等部に進学。2年3年時は全国制覇を達成。中京女子大学に進学したものの退学し、直美学園大学に入り直す。ビーナスリーグで2008年春と2009年秋に外野手ベストナインに輝く。2009年に日本女子プロ野球機構によるトライアウト。 日本女子プロや女子プロ野球界合同トライアウトを受験し合格、同年12月のドラフト会議で兵庫スイングスマイリーズへの加入が決定した。プロ1年目は主に2番中堅士として全試合に出場し、打率281、盗塁数16を記録し、最多技打者のタイトルを獲得した。プロ2年目は、 京都から移籍してきた中村茜が2番中堅守を獲得したため、9番最翼手で開幕を迎え、守備中のダイビングキャッチによる怪我で出場機会が減少し、前年より成績を下げた。リーグ再編成に伴い、2013年は兵庫スイングスマイリーズの継承球団、サウスディオーネに所属。10月、同年限りでの引退を発表した。 引退した翌年には、ウエストフローラのコーチに就任。2015年より、同チームの監督を務めていたが、2018年シーズンは、ヘッドコーチを務めた。2019年シーズンから、育成チームのレイヤーの監督に就任。シーズン中の2019年9月19日から10月6日に、レイヤーの選手が、京都フローラ、愛知リオーネ、埼玉アストラヤに、 期間限定で派遣するのに合わせ、愛知でオーネの監督代行を務めた。また、2019年11月9.10日に、若さ、スタジアム京都で開催の第9回女子野球ジャパンカップに出場した埼玉、アストラヤの監督を務め、優勝に導いた。ありがとうございます。